ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、イムミの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、イムミの館へようこそ、お越しくださいました。はい、ということで、今回は、青を基調とした爽やかなのんびり村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベレでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ってことで、のんびり村に出発。ほい、のんびり村に到着。おお、なんか周りすごい綺麗。夢の世界へようこそ。あなたは今のんびりという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都ののんびりの世界をご堪能遊ばせ。いいね、なんかこの間に草の生えたタイル、そしてこの水路、めっちゃ綺麗じゃない？広場の感じ。さあ、そして着替えていきますか。あ、なんか下が2種類あるんかな、これ。穴あきデニムと黒いデニムスカート。じゃあ私スカートの方にしとく。どっちもデニムはデニムなんやね。さあ、それじゃあ着替えていきます。さあ、そして最後に水色うさぎ風船。じゃーん、こんな感じでなんか夏休み満喫してますって感じやね。かわいい。めっちゃかわいい。さあ、そしてね、青を基調とした爽やかな村というだけあって、めっちゃ青。超青。青い花を主に植えてるらしいです、たくさん。はい、それじゃあ、一軒目の家が、定食屋さん。なるほど。村の定食屋さんということだね。あ、この定食屋さんの人、定食屋経営してます、鮫島さん。同じ髪色だね。じゃあ、お邪魔します。ちなみに、ここの村長さんは、まあ、青い色と、サメが好きらしいんやけど、やけん鮫島さんなんかな。はい、定食屋さん。お、もしかして板前さんか何かですか？今から魚をさばかれる。ほら、なんか、とりあえず今のところ、ちょっとカツ丼とかうどんとかしか置いてないっぽいけん。魚料理。ね、普段和食屋さんとかそういうのって、お寿司とか海鮮丼置いとることが多いけど、ここは多分今からさばくんだろうな。私がちょっと、目の前でウキウキしながら待っておくわ。いつも、あ、私これが食べたいって海鮮系の前に行くけんね。はい、それじゃあ2階へ。お、2階は、これ鮫島さんの部屋ってことかな。生ゴミは、生ゴミは早めに外に出しに行こう。ほら、2袋もできてるよ。早く捨てに行かないと虫が湧くかもしれない。え、てかちょっと待って。定食屋さん。めちゃくちゃエスニックなもの頼むやん。頼むというか、食べるやん。え、和食は食べないんですか？いや、まあ、たまにはこういうものも食べたいかな、みたいな、そういう感じかな。そして、意外と、ベッドが、ものすごく近代的な感じ。あ、パンチングマシーン、マジで？なんかちょっと意外じゃない？あ、なんか、鮫島さんね、なんか少し頼りなさそうな定食屋の経営をしている子っていう風に紹介されたんやけど、あれか。頼りなさそう。頼りない感じやけん。じゃあパンチングマシーンで鍛えておこうかな、みたいな、そういう感じかな。ちょ、ハニワたち賑やかだな。でも鮫島さん多分女の子じゃないのか、違うのか、わからんけど。女の子なら別にそこまで気にすることないと思うんだ。ね、全然気にすることないと思うんだ。はい、そして2軒目。あ、これは、この辺り一面の
青いバラ、そして村で一番大きい家に村長が住んどるって言ったけん、多分きっとこれなんじゃない？お、壁もなんかうっすら青いんやね。どうも青さん、村長さんやね。サメさん結婚を申し込みます。サメ島さんではなくサメさん、もうサメが好きすぎてお邪魔します。おお、旦那さんですか？これから旦那になる方ですか？サメさん結婚申し込まれるよ、青さんにもうすぐ。はい、てかめちゃくちゃお金持ちって感じやね。ここであれ接待するんですか？はい、それじゃあ左の部屋へ。お、左の部屋は仕事部屋か。オフィスって感じやね。なんやろ、不動産屋さんとかそういう感じ？ぽくないなんか。ぽくないぽくない。はい、そして奥の部屋へ。あ、賞状とかめっちゃ飾ってあるやん、すげえ。あ、奥はお風呂とトイレ、まあ、あと洗濯物。こうなんかお金持ちの家とかってテレビで紹介されてるやつとかもそうやけど、結構お風呂場がガラスになってるの多くない？絶対落ち着かんねえけど。とりあえずあれですか、赤の谷に見られるわけじゃない、家だからいいとかそういう感じ？絶対落ち着かんやん。いや、家族しかおらんくっても嫌やね。まあ裸族がおるぐらいやけん、そういうの平気な人は平気なんかもしれんけど。はい、それじゃあ右の部屋へ。あ、右側はキッチン。お、意外にも、意外にもクッションに座って食べるのね。朝はパンがいいよ、パンが。いやー、いいっすね。じゃあ久々にトーストしよっかな。しばらくしてなかったけんね。はい、それじゃあ。それじゃあ2階へ。もう2階おしゃれー。ここは寝室ということだね。あ、サボテンやん、サボテン。いいね、いいね。そして音楽が趣味なの。なるほど、かっこいいやん。てかなんかね、意外な感じ。もうちょっと女の子らしいのを想像しとったけど、すごいクール系が好きなんやね。はい、そして地下へ。はい、地下はおしゃれなバー。これは、はあ、怪しい取引現場を見てしまった。ちょ、マスターカクテルでも。すでにコーヒーを置かれている。あ、マスタービリヤードする、マジで。じゃあ私もルールよくわからんけど、あ、でもあれよね、ビリヤードって要は数字の順番に穴の中に入れていったらいいってことよね。あの、交互に、そういうことやろ。はい、お邪魔しました。ビリヤードというものをやったことがないからよくわからんねよね、正直。はい、そして、じゃあ浜辺の方に。浜辺の方ってすごい、この辺もびっしりと。はい、これが、え、ちょっと待って、はい、これがマリンスーツ。あ、マリンスーツも青や、ちゃんと。はい、このマリンスーツを使ってじゃないと、ちょっとあっち側に渡れないということで。さあ、何があるかな。ん？あ、見てこれ！これ、青いバラでハートが描かれている。素晴らしい。一応可愛くない？いいね、いいね。
このマリンスーツを使わないとやってこれん。プライベートビーチみたいな感じだけど。いいね。こういうとこの仕掛け面白いよね。ナイスだわ。はい、それじゃあちょっと最後の一軒に向かってみようか。めちゃくちゃなんか村の外れの方にあるんよね。最後の一軒。なんか、ああいう村外れというか、そういうところには、村長が住んでるようなイメージがあるけれど。怪しげな感じ。お、私この色の感じすごい好き。白とちょっと濁った赤。あ、はい、ここが最後のお家。あ、おった。え、仮面つけてる。君は夢に迷い込んだようだな。どうした？めっちゃ怪しいやん、この人。だから森の奥に住んでるの？ちなみにこの子は、たまたまこの村に行き着いた少し人との関わりが苦手な謎めいた男の子らしいんだけど、謎めきすぎじゃね？え？お邪魔します。お、でも、中身は結構意外と普通よね。え、車いじりとかするんや。意外。そしてこのおしゃれなセット、こういうセットってめっちゃおしゃれだと思うけど、私だけかな。麻雀、私は麻雀は小さい頃から結構周りの人とか周りの大人の人がやりよって、で麻雀のゲームとかも持っとったけど、私には全くルールが理解できなかった。あ、洗濯物自分でするん？マジで？めっちゃ意外。家事とか全然しなさそうやん。はい、そして、2階めっちゃおしゃれなんですけど。人は見かけによらないとはこのことかしら。ほら、だって音楽しそうな感じとか全くないし。これを弾くのね、マジか、すげえな。でも、おしゃれおしゃれおしゃれ、音楽が趣味で。で、ゲーム。ゲームがあって、あ、運動もちゃんとするんやね。掃除機とか当てるの？マジで。なんか、さっきのね、あの人が家事するところとか想像つかんねえけど。そういうの全部何もしなさそう。だからめちゃくちゃびっくりしたよ。てか、あの2階はさ、結構、モテる男子の部屋よね。絶対仮面の下イケメンやのに隠しとるわ、あの人。はい、そして村長さんのおすすめスポットとしては、この駅前、駅前もおすすめスポットの一つらしいです。あ、どうも。どうも。駅前とマリンスーツを使ってしか行けないあの浜辺、そして到着してすぐに見ることができるこの広場、ここは結構ね、押しとるみたいやけん、ぜひぜひみんなも来てくださいまし。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、まだちょっとこう、暑いなっていう時が多かったりもするけど、こういう青を基調とした爽やかなのんびり村。ね。ね。こういうところで涼んで、まあ、雰囲気だけでもね、涼しさを楽しめたらいいと思う。